サイアウト6コースには126期女子レーサーの吉田彩乃です。中学2年生の時に志したボートレーサーとしていよいよデビューの時を迎えます。オーソ6コース、枠番通りの3対3の進入です。企画レースランチタイム戦、進入内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4稼働4号艇石原、5コース5号艇野中、インから1号艇横澤、この3艇部外スタート。1周1幕インからまず先手1号艇横澤、まくる4号艇の石原、内をまくり出して5号艇野中でバックストレッチ、石原のまくりを受け止めて逃げた1号艇横澤浩二、先頭リード1艇四半、2番手はまくった4号艇石原、3番手まくり出してきた5号艇野中、後方3号艇2号艇6号艇4レース、スタートは正常です。1周の2幕1号艇横澤浩二トップターン、2番手握り舞い4号艇の石原、3番手5号艇の中の現在上位1番4番5番145の順、4番手は2号艇長野、3号艇の渡辺が横並び、最後方6番手で6号艇吉田へのレース2周目、先頭1号艇の横澤浩二今トップで2周の1マークをクリア、2番手おつけ気味5号艇の中をしっかりかわして4号艇の石原、逆に2号艇長野が5号艇の中との定冠を詰めてくるか、アウト5号艇の中、内2号艇長野、この両者の3番手争い、5番手3号艇の渡辺、最高峰6号艇吉田、レース2周の2幕注目は3着争いです。注目3番手の争い、内から先前は2号艇の長野、構えて刺す5号艇の中ですがどうか、外2号艇長野、内5号艇の中、3番手争い最終周回です。1周の1幕まくりを受け止めて逃げた1号艇横澤浩二が先頭、最終周回1幕トップでクリア、2番手4号艇石原、3番手つけ回っていく2号艇長野、グイリはこらえるか5号艇の中、5号艇の中3番手争い、一定審議でももうワンチャンス、2号艇長野4番手、後方は3号艇渡辺、最後方6号艇吉田への6艇が最終コーナーの旋回、3連単145なら 11.2倍、142に変わると 8.1倍、ラスターマーク1号艇横澤、2番手4号艇石原クリア、注目3番手5号艇の中、内をつく2号艇の長野、3番手争い、さあどうか、1着で1番横澤浩二が5輪、2着4番石原が5輪、3着はどうか際どい、2番5番5番2番接戦、3番の渡辺、ラストで6番吉田彩乃が5輪。